はい、370回目、はい、今日はリリアちゃん、はい、ね、お願いします、今日は可愛い格好なんで、はい、その写真もいっぱい送ってください。後でいっぱい撮ります、ね、ギター持ってない時はやっぱり、はい、そういう格好をしたいというのはね、なんか分かりますよ、あ、うん、うん、俺もね、なんていうかベース持ってない時はね、なんかおしゃれ、まあ型崩れするでしょベースなんか、それでない服を着たいんですけども、どうしてもライブの時俺ベース持っていくからローディー使ってた時はね、はい、いろいろ服用意できたんですけども、だからその年齢ですよ今さ荷物多いやろ、今多いので、なので、うん、もう本当にスタジオ入る時とかはもうギターでしょ、はい、それで衣装でしょ、あ、ライブの日はもう、うん、なんで衣装も着てってます、 あれで歩いてます、あのね、それわかるわ、はい、はい、間休憩ないし、はい、ワンステージだけでしょ、はい、うん、それだったらその方が時間もあんまないので、っていうかね、演奏する前の気楽さっていうの重要なんですよ、はい、演奏するまで緊張するっていうのも重要やというのもあるんですけども、はい、気楽な状態でスッと本番に入れるほどいい演奏できることないからね。最近だと、うん、そのリハーサルが一番最後で、うん、一番最初の出演なんで、もうリハーサル終わってすぐ出演だと、うん、そのもうフーってしてる時間がなくて、逆リハやつね、はい、あともう30分で開演でオープンなんでみたいな、うん、わーってなって、うん、もうなんかもうバーンって出るのがもう一番最近は嫌です、うん、私はもう落ち着きたいです俺がね、ポンタさんってドラマーとね亡くなったけど、ポンタボックスやってた時は、はい、だんだん慣れてくるでしょ、はい、そしたらフェスなんか出る時に、はい、順番ってまあ大体決まってんのに、うん、でいや、おお、トップでいいよね、ポンタさんが、はい、なんでか痛いからもう早く酒飲みたいと終わってね、はい、で、そしたら逆リハになるから、うん、いやいや、鳥の人がトップに出たらダメですよってなって、うん、で、場所によってはちょっと揉めたりしましたよ、うん、だからやっぱ2番ぐらいでとか、うん、そうですね、うん、で今はまあ後ろになったら、うん、ちょっと一息つけるね。そうですね、うん、なんかそういう一旦落ち着きが欲しいですね、うん、でなんかこう、あ、さっきリハであだったからもっと本番はあしようとか、うん、なんか考えたりもしたいし、ね、うん、あとこう、あのビジュアル、衣装、髪型、うん、なんかちゃん崩れてないかなとか、うん、こうお客さんどんぐらい来たかなとか、それやね、こうなんかちゃんとこう出れますっていう状態整えるのをちゃんと自分が確認したいと、なんか心配でやってると、なんか、うわ、さっきあれやんの忘れてたよとか大町に、なんかいろんな邪念が、あ、まるまるさんお客さんが今日詳しく言いすぎやもうほんとなんかいろいろ、とにかくなんか歌ともギターで私はもう精一杯なのに、うん、他の情報が入っちゃうと、うん、なんか歌詞間違えちゃったりとか、ま、もうとにかくこうライブに歌に集中できなくて、うん、なんかわわわわって悔しいことになるのが何回かあって、うんうん、それあるよね、はい、どのあたりまでを集中してどのあたりまで気を抜くかいうのも、まあ、難しいもあると思うね、うん、はい、持っていくものはギター1本、エフェクター、うん、あ、マルチエフェクターか、はい、ね、それに集中しとったよね。それで、うん、あかねちゃんなんかそのパソコン持ってって、うん、パソコンのキーを押すのがかなり辛いくなるかもわからんけどね、わ、うん、かんないですね、うん、さっき見た動画でも、はい、いっぱい触ってる人いるでしょ、はい、あれなんかね、うん、別な能力やと思うの。俺実は、うん、はい、昔はいっぱい触ってたんですよ、踏んで、
行き着くところは、はい、あのシンセベースだったんですよ。うん、VB っていうのが開発されてね、うん、でシンセベースを うん、もうペダルを、うんうん、3つか4つあるんですよ、はい、それを踏み分けてそれで別につけた、はい、あ門をつけたりしてね、はい、もういろんなことやったんですよ、うんはい、最終的にルーパーって出てきたでしょ、うんはい、デジタルディレイのループっていうところがあってね、はい、それを押して手押しですよ、はいそれをまあフットスイッチ、スイッチ出してそれ踏んでやるんだけどね、はいはい、それがね、うん、神経別な神経やからダメなのね演奏とはそうやろ、はい、演奏とは違う神経でしょ、はい、そうですねねえ、はい、それまた歌詞があるしなラップもしなきゃいけないしみたいなで私に関してはあのいつも靴が厚底で、うん、そのスニーカーとかより幅広めなんで、うんうんうん、踏み間違えたりするとマルチエフェクターってミュートかかっちゃう時とかあったりとかあのね、はい、俺の VB っていうのはペダルコルグラン、はい、スイッチがやっぱり、うん、大きい大きい大きい、はい、でそれはね、はい、機材自体がこのぐらいの大きさやったから、はいまあ手でやっても聞いてる人は分からんけど50センチ30センチぐらいですよ、はい、だからあのスイッチも大きめやけど、うん、あのマルチエフェクターって、はい、指入れ指足の指言うかあれ大変やな厚底とかそういうの、はい、なんであのエフェクター踏む練習もしてますそうやろでそれ分かるわなんか、ね ルーパーもそうやねんけどね、はい、ルーパーの扱い方でどんだけ練習するか、うん、ルーパー間違えるとそれどこ踏んでもループするでしょルーパー使ったことないですあそうかはい性格的に向いてないかもいや多分もう向いてないと思いますぐっちゃぐちゃになる自信しかないです俺はねなんかねルーパー出る前からやっとってループまあループステーションって言ってんけどな初めはねそれかなり遊んでましたよ、はい、自分じゃないみたいな気してね、よく曲作る時に何々風にできた時ってすごい喜びあるでしょ、うん、なんかそういう音ができてね、はい、ああいうミュージシャンと同じことやってるってね、それがね、やっていくうちにねみんなやりだすんでみんなやりだした時すごい悲しいんですよ自分がやり始めたわけじゃないねんけど、はい、みんながやりだすとね悲しくてね、はい、SNS とか見てると、うん、なんかこうめっちゃこれやってる人がバズってるんの見て、うん、私も前一人でやってたのにみたいな、うんうん、そういう気持ちになることが多いです。なんか自分の10代の時にね、夢中になっとった人らを今から思っとった、はいはい、あ夢中になっててんねって言うと大人になってるやろ、はい、ということはね10代の時に受けたいっていう10代の子らっていうのは、はいはい実は個人じゃないんですよ。10代という幅なんですよ。だから走馬灯のようにね、うん、その世代っていうのが顔変わっていくだけでね、うん、年齢重ねると分かんねんけど、うんはい、だからやっぱり同世代と受けたいっていうのはね、うんはいはい、それを追求してた方がいいかもわからんね、うん、そうですね。20代昔は、はい、要するに上司構成に受けないと、はい、ダサいという時代があってね、はい原因があってね、はい、それやっぱり笑っていいともやってで笑っていいともに来る頃、はい、女子高生がなんでこの時間にあのスタジオに行けるのかそれ謎やったんけど確かにやろ、はいそうやけど声は、うん、女子高生で女子高生で今流行ってる言葉とかね、うん、まあギャル語よりも、まあ、女子高生の言葉ですよ、はいうん、それがなんか親父が使ったりしてねそれで初めて
文化の最先端を行っているという間違ったね考え方をしとった時代あったからね、うん、リリアちゃんの時はもう21で、はい、女子高生に対してはもうどう感じるの、どう感じる、もう女子高生から自分を見たら おばさんって見られてるかなと思うわけ。昔はあったよね、うん、そうですね、22って結構上に見られるんじゃないですかね、女子高生から見たら。私私たちも女子高生はもうなんか若いなみたいな目でやっぱ見ちゃいますね。制服はもう着れないかもみたいな。ああそうか、なんか高校卒業してから1年目は19歳とか20歳の時は制服のコスプレで、うん、として制服着てディズニーランドとかは全然行けたんですけど、うん、まだでも今はちょっと制服着てディズニーってなるとちょっと申し訳ないみたいな、さすがにコスプレすぎるかもとか思っちゃいます。なるほどね、はい、男の場合あの学ランだけなんでね、上だけなんで20代になってもシャレで着たりね、うんうん、それ制服かな、俺女子校のあの写真前貼ったけどな。あそういえば全然違う、顔が全然違います、やっぱり今の大人の女性の顔してますよ、美しくなってますよ嬉しいまあそんなところで終わろうか、はい、今日はリリアちゃんでした、ありがとうございました。